デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はシンキラーツインズ、新サバイバーエロディ。どうもエロディツインズです。エロいボディの2人でエロディツインズです、どうもつって、やめろ、小学生みたいなネタだって言うな、やめろ。エロディツインズ使ってやっていこう。パークもね、新しいのが出たんで、エロディツインズ言うとりますけども、はぁ、なんかエラー出てきたけど全然読んでなかったわ。よし、サムネ見たらわかるでしょ、夫婦漫才でしょ、多分あの二人夫婦漫才やろうとしてんでしょ。よし来た、さっきのエラーがちょっと気になってるんですけど大丈夫ですか。お、ランクリセット、もうそんな季節でございますか。ランクがリセットされてしまいました。どうしよう、先に新サバイバーやろうかな。このアーカイブ、まあちょっとパブリックテストバージョンでやっても多分意味ないと思うんだけど、お、レベル2も解放されてるじゃん。練習しますか、じゃあ。何があろうとも。殺人鬼に追いかけられた時、パリとジョパレプトは。パークは何をやっていこうか、何つけていこうか。芸人みたいでしょ。ケイさん、こんばんは、いらっしゃい。どうもー、エロディツインズでーす。エロいボディ、エロディツインズ、エロディツインズでーすって。エロいボディが2人でエロディツインズでーす、言うとりますけども。パーク、何つけてくる？まあ、そんな何も揃ってないからな。で、ね。今日これ決まったからね、勢力争い。持っていくか。100回に1回。成功するかしないかのロマンパークですけど、勢力争いと、最初にじゃあ査定使っていく、人々のために、人々のために使っていこう。ジョイナロビー、ジョイナロビー言うとりますけども、よし。ランクリセットされたね。まあ、今回そのパブリックテストバージョンでプレイするんですけど、これ、あれなのよ。別に、ポイント取ろうが、ランク上がろうが、本編の方っていうか、正規の方に全然反映されないんで、本当に、まったりできます。勢力争い見たいです。いやー、ほんとそう、100回に1回もう出ちゃったからね。次また100回に1回出るか。パリッとチュッパチャップスって聞こえた。俺そんなこと言った？俺そんなこと言った？俺の記憶が飛んでいる？むしろ勢力争い決まったときめっちゃ興奮しました。また決まってるところみたい。
いや俺も興奮したよ。これはね、まさか1回目の紹介で多分無理だろうなって思ってたんだけど、決めちゃうんだな。一発目で決めちゃうんだな。そしてこの毛量ですよ。この毛量いいね。あ、そういえばね、そうだ、あとでいつかツイッターに載せるけど、この毛量で思い出したわ。ちょっと面白い画像っていうか面白い場面があったんで、後日ツイッターに載せます、この髪の毛に関する。おもちもさんこんばんは。ツインズの YouTube 見ました。アマンガスといい、DVD といつもハードモードですねって。そうなんだよね、なんか試練与えてくるからね。普通にプレイをさせてくれよ。アルテミスさんこんばんは、いらっしゃい。ラムネさんもこんばんは。たくさんのコメントありがとう。ね、いい毛量だよね。でもドレッドヘアってすごい手間かかるらしいからね、手入れが大変だし。そしてすごい、みんなほら、毛量すごいパーティーじゃん、毛量パーティーじゃん、毛量パーティーね。あー、ちょっと待って、何持ってくる。今回ね、人々のために持ってきたんですけど、最近これにハマってる。人々のためにを使って、よし、今回この査定をうまく使って。お前ちょっとびっくりした。全員毛量すごいなと思ったら、一人おはげちゃんがいた。全員焼きそばやないかいって言おうとしたら、一人おはげちゃんがいた、一番左に。インスタフォローしました、ありがとう。 MK69 さんこんばんは、いらっしゃい。毛量パーチーでございます。テストバージョンって PC のみなのですか。おそらく PC だけだね。よーし、やっていこうか。治療シアター、こんにちは。いい毛量してんじゃないかい。お、有能の照明ついてるね。キラーは誰かな。で、査定持ってきたんで、チェストを空の状態でもね、最大3回まで漁ることができて。おやしゃ、蹴っちゃえ。よーし、ローキックでございますよ。ダメでしょ、他人にね、他人の背中にいきなり飛びかかるってダメでしょ。なんつーことしてんのよ、あのおちびちゃん。おちびちゃん、中央行きたいな。で、あのちっちゃいおっちゃんはね、なんかふがふがしてんだよね。信用はないんだけど、ふがふがしてるから、ふがふがしてる人が近づいてきたら逃げないといけない。飛びかかってくるから、こう、なんだろう、向かっていくといい対処できるかな。あえて突っ込んでいく、突っ込んで右振ったり左振ったり。ナイス、ココさんファイト、ありがとうございます。ココさん頑張って、ありがとう。ちょっと査定使いたいな。お、来た、
モーリオパーチ、おはげちゃんが追われてるね。いいねいいね。チェストどこだ、チェストチェスト、お行かれたね。頭も同時に行かれたね。チェストどこだ、チェストないな。アイテムパーティーしよう後で。ドバイツ1回目左肩ダイン、お助かった。ちっちゃいおっちゃんは飛びかかってくるんだけど、それをうまくかわすとね、まあ、2、3秒かな、2、3秒くらい隙があって、その間に近づいてね、アクションボタンを押すとさっきみたいにローキックかまして撃退できる。 OK。 でツインズの場合ね、どうしても放置せざるを得ないっていうか、あ、来た来た来た。これちっちゃいおっちゃんでね、ダウンさせるとね、その担げないから、こうやって放置せざるを得ないんだよね。だから不滅とか結構ぶっ刺さるよ。すごいツルツルしてんじゃん。おら、やった人々のためにを、人々のためにじゃないな、これ、おはげのためにだな。おはげにのためにを使っていく。はい、50円、1段階味方を回復できるザリーナ・カッセオの人々のために。ただ自分が衰弱状態になっちゃうんで要注意でございます。ちょっとアイテム漁りたいね。いいんじゃない？ただまあローキックかましてもね、ほんと数秒で復活するから、キラーがもう一回つ、あっあっ今だ、蹴れ蹴れ、よし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 、ローキックかましたでしょ。開いたよ、開いた開いた。ちょっと待って、チェストあった、チェスト漁りたいな。せっかく査定持ってきたからね。どこだ、地下行くか。お、回復できる。では普通に開けるじゃん。ね、この解錠するのもやば、来てる、足音ついてもんな。解錠するのも時間が早くなる。でこんな感じに中身がなくなった場合でももう一回探せるというね。何出た？ライト。一旦回復しようか。はい、自ら50円。それで取るじゃん？あ、ちょっと、一回置かないといけないね。取るじゃん？でもガーサル。あと2回できるよ。だからこう、いいアイテムゲットできるパーク、コソ泥とかね、つけていけば。いいアイテムバンバン出てくる。さあラスト、回復欲しいな、回復回復欲しい。ちょ、まずくね、半分になってる、やばいやばいやばい。どっち開いてんのかもわかんないし、やばいやばい。アイテム漁ってる場合じゃない、こっちだ。これで相手なかったら俺おしまいよ。いける？あ、入ってない。
開いてない。オープンエスケープこれやばいじゃん、これやばいじゃん、ギリギリの戦い。いいでしょう、アイテム漁れるからね、いっぱい。ウェーイウェーイ、誰もいない、デッド波動、アイムフリーね。お宝いっぱいゲットできるからさ、だからあのコソ泥と掛け金のレイズだっけ、チェストはアイテム増えるやつ持ってなかったもんな。持ってったらちょっとつけたいんだけどね、出てこないかな。そうで、あの動画でも紹介したけど、査定はね、その絶対腐ることないというか、チェスト開ければ絶対役立つんで、他のこの勢力争いとか出てきたやっぱりね、俺言葉にするとね、現実になる、なるんだよね。コソ泥ゲットしたやん、出てくるじゃん、いいじゃん、持ってるじゃんすぐ出てくるじゃん、すごいな。コソ泥とちょっと合わせてやろう。勢力争いはちょっと持ってきたいよね、勢力争いちょっと使いたいよね。コソ泥取っとくからじゃん。もう一回いっぱいあさろ、いいアイテム、コソ泥持ってけばいいアイテムいっぱい大量にゲットできるだろうから。マッコウクジラ、ココズキッチンの回見ましたか、マッコウクジラに飲まれた回。よし、これでやっていこう。人々のために、おはげのためにもうまく使えたしね。もう一回査定とコソ泥持ってって、勢力争いもいい感じに使いたい。そう、言葉にねするの大事よ。言葉にはねパワーがありますから。ヌンさんこんばんは、いらっしゃい。だから最低、まあ空いてないやつもし見つけたとしたら4回チャンスあるからね。4回引けたらさ、それなりにいいやつ出てくるでしょ。で、何よりそのアクション速度が、まあ今レベル2だから 60% だけど、3まで上げると 80% まで上昇するから、漁るのが早いのよね。あとなんかクエンティン・スミスのパークと組み合わせるともっと速くなるんじゃない確か。何だったかな、クエンティ・スミスだったかな。そう、脳天からオリーブオイルのマッコウクジラ、マッコウクジラに飲み込まれたかい。ココズキッチン、エリーさんこんばんは、いらっしゃい。もう一回チェスト漁っていこう。で、その後、一回、新キラー、ツインズ、使ってやっていこうかな。で、あと、エロディには、もう一つね、
アザムキというパークがあってね、これもまた今までにないこうロッカーに入るフェイントができるという、これも不思議なパーク。ここ道ここ道爆誕いいでしょ、チェストでいっぱいね、見せびらきできるよ。その動画もちょっと今編集中なんですけど、実装はいつかな、実装は多分半月ぐらい経った後かな。あやぴさんこんばんは、いらっしゃい。フェイントでどうなるんでしょう、なんていうの、そのロッカーに入るフェイントをすると多分通知が行くんじゃないかな、キラーに騙せるんだよね多分。違うかな、でも3秒間赤い傷マークを残さない。でもさ、キラーにもし通知とか何もいかないんだったら、まあ後でちょっとねどんな感じなのか見せるけど、通知いかないんだったらそのフェイント入れてもバレるやろみたいな感じのモーションなんだよね。はるさんこんばんは、いらっしゃい。ざまさんこんばんは。よーし、あら今回はエロディは私だけ、さっき毛量パーチーだったのにね、毛量パーチー人々のためにを使っていこう。ドゥッ、あの人々ため人々のために使った時のあのドゥッっていう音が好き。たくまさん、ココさんの新作動画面白すぎませんもう笑ったよね、俺も面白かった、笑いが止まらなかったよ。でもなんで俺に試練を与えてくるわけ、なんで俺だけいつもハードモードにさせてくんの、そのいろんなゲームは。よーし、エロディ焼きそば、焼きそば部屋でやって、あっバレてるね、バレてるね、お違う人バレてるやん、来たよ、あららら、ら丘の上の、丘の上のシャルロット、そしてあそこにチェストがある、よくない、木村優ちゃんにはやらせないよ。あーまずいな、音でバレそう、やばい、開け逃げ、開け逃げでございます、開け逃げ、いやいやいや、ん普通に本体で来るタイプ、わしゃわしゃわしゃ、クラウンかい、しかもここにもアイテムある、いいね、いっぱいあっていいじゃん、一旦回復しよう、ちっちゃいおっちゃんに気をつけて、ふがふがして飛んでくるから。ココさんファイトありがとうございます、頑張ってください、ありがとう。さあ開けちゃうよ、 60% 速度が出る、早いね、うっ来た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 、落ち着け落ち着け、で突っ込んでいく、こう突っ込んでいく、ああ突っ込んでいくとね意外といいよ、やばい来るなこれ、おいなんでお前誰だお前、知らねえぞ、やばい嘘でしょ、ああその振り払うモーションやめてもらっていい、止まるやん、
動きが止まるやん。で、いいエイドキットゲットしてるじゃん。いいエイドキット俺持ってるじゃん。いいね。あと3回引けんだぜ。よし。で、変な知らない人に飛びつかれると、コード不能っていうのは、その発電機修理できなくなったり、ロッカーに入れなくなったり、まあ振り払わないと基本的に何もできない。あと衰弱ステータスになるし、あと信用範囲とか聞こえない忘却状態で、その今動画編集中なんですけど、一つその弱点見つけて、このシャルロットビクトル、まあツインズの新キラーのね、弱点見つけてさ、あ、半分なった。いつの間にか半分なってる。やばい、これやばいわ。弱点見つけたんだよね、これやればいいじゃんっていう。あ、俺のこと大好きだ、俺のこと大好き。よしよー、あ、当たった。当たったね。離れまーす。どこ使う、何もねえな。あ、いたー。痛ーい。弱点見つけたのよ。というのも、まあ、ある意味ちょっとね、その犠牲になる、自分が犠牲になるんだけど、そのちっちゃいおっちゃんをね、あ、ちょっとじゃあもう一回やっていこうか。ちっちゃいおっちゃんをね、ずっと抱える。じゃあもう人々のためにいらないな。そのプレイスタイルでいくなら人々のためにいらないんで、欺き、これ持っていこう。これでいこう。よし。2回スタン。ニムコさん、こんばんは、いらっしゃい。そう、ずーっとね、ずーっと背中につけたまま、ずーっと抱える。本当は嫌だけどね。なんで知らないおっちゃん、むしろなんで知らない子供をね、ずっとおんぶしなきゃいけないんだって話なんですけども、ずっと抱えてるとね、もちろん自分は何もできないのね。発電機も回せないし、救助もできないし、ただその本体がね、もう何も使えない状態なのよ。そのちっちゃいおっちゃんを使えなくなるのよ。もうずっとその本体で殴り続けるだけ。普通のキラーなるでしょ。これね、いや弱点やんっていう。弱点なのよね。ナイスリボン。ずっとおんぶですよ、ずっとおんぶ。まあ脱出できないけども、最後振り払えればいいから、振り払えるタイミングも自分で決められるから。ただ忘却状態になるから、どこに嫌いるのかしっかり自分が見て、あと、ほんと味方からね、離れないといけない。もう孤独の戦い。ずーっと抱え込んで、孤独の戦い。そうね、BP もね、めっちゃ少ない。少なくはなる。
1万、脱出できて1万2、3000ぐらいかな。よし、まあ、抱きつかれたらやってみようか。まずは普通にプレイしようっていうのもね、後日弱点をね紹介したいと思います。解説も合わせて。まずね、普通スタイルだなこっち来ちゃった。あのちっちゃいおっちゃんを使ってきたら、おっと新パーク来たね。来たよ、飛びつくなら来い。そっち行くんかい。まあいいよ、あの人がじゃあずっと抱えてもらって。来た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 、来たよ。で一回索敵したところ、こっちに行く。アイテムがあるね。あ、どう？もしかしてずっと抱えてんじゃない？左下のこの衰弱マークがついてる限り、そいつについてるよっていう思ったんだよね俺ね。はい、50円。そしたらね、シャルロット本体何もできないから、ただ殴るだけの徒歩キラー、一人が犠牲になるけど。王山ファイトです、ありがとう。王山ファイト、ゴゴくんこんばんは、いらっしゃい。さあ残り3だ。思ったのよ、最初一番最初にプレイした時に、抱えてんね、抱えてんね。どこ行った？最初プレイした時にあれ、飛び、俺これ飛び込んでくるねっつって、あー抱えてんね、あー抱えてるね。あれやられるとね、もう使えないから思ったのよ俺は。これライト当てたらどうなる？ちょっとライトは、いい、ライト当てさせてもらっていい？効かないか。いいライトだ、ベビーシッターだよベビーシッター。これ抱え込まれたら終わりやんっていうね、弱点見いけっていう。また動画で紹介したいと思います。どんどん焦ってけん、アイテムどんどん焦ってけん。意外と出ないな、今絶賛こもり中、あやしてる。うん、ライトでいこう。だからまあその分周りの、3人いる？いたね、怪しいね。だから端っこにいればいいね、マップの端にいて、その間他のキラーは発電機を一生懸命修理する。もう殴るだけのキラーだからな。離れまーす。あー来た、あ来たよ、治ってるとこ。あやばい、あさ、あこっち何もないんだっけ、やば、板何もね、あれやばいよ、板何もない。こっちは、いや
いやいやいや、そこついた、声行こうかな。いや、いや、すごい追いかけてくるよ。いたねえな、怒ってんね。俺持ってないよ、君のおじさん。あじゃん君のおじさん俺持ってないよ。違う人持ってるよ。その人ダウンさせれば戻ってくるから。はい、左肩タイマー。その抱え込んでるサバイバーを倒せば一応キラは元に戻る。サンキュー、回復お願いします。めっちゃ伸びてるね。あれかな、あのパーク持ってるかな、とどめの一撃。発電機が修理するとね、1トークン溜まってこう伸びるダッシュ攻撃ができるという、シャルロットの新パーク、ツインズの新パークですね。君のおじさん俺は持ってないよ。君の子俺は預かってないよ。私じゃないよ、ベビーシッターは。はい、50円。 M さんこんばんは、いらっしゃい。いいぞね、査定いいよね。いいアイテム持ち帰れるし。ゲート開いた。おっとっと、いるね、いたね、怒ってるね、確実に怒ってるね。やばい、やばい、怒ってるよ、すごい怒ってるよ。俺も、君のおじさん俺持ってないんで、君のおじさん俺持ってないんでね、やめてもらっていい。あ、やばい、ロッカー、あずむき今使ったよ、あずむき使ったけど。あ、やったやった、助けて、一発もらって、よしよし。俺のこと大好きじゃん。アイムフリーセンダースー。抱えてた人はこの人かな。まあポイントはね、美味しくないんだけど、まあ、マジで自己犠牲だよね。ただめっちゃね、そのベビーシッターがいるだけで非常に全員脱出の確率が上がる。また動画で後日ね紹介したいと思います。最後まで抱えてたね、キラーに好かれちゃうからね。よし、じゃあ新キラーでやっていきましょうか。ツインズ使っていこう。ツインズ、お早い、意外とマッチング早いな。ツインズのじゃあパークもそんないいの持ってないんだけど、ツインズはね、そのおっちゃん使うとね楽しいよ。おっちゃん動き早いし、飛びかかるのが面白い。いやー、もうバブにはならないでほしいな。
よし、とどめの一撃とため込み矢、これは結構いいかな。あー、あともう一つ。ため込み矢はね、発電機蹴ると他の3台がランダムでゲージが激減する。もしくはスキルチェック修理してる人たちがいれば、そのスキルチェックがね難しくなるというオーバーチャージみたいな。アドオンもつければよかったな。アドオンはね、おっちゃんが飛びつく位置がわかるやつ多分つけてったかな。いや、ずーっとベビーシートすんのやめてね。そしたら取り返しに行かなきゃいけなくなっちゃうからねそいつを倒しに行かなきゃいけない。誘拐されないようにしないと。いや、誘拐されたくないのよ。でもね、飛びついたらもうおしまいなのよ自分で解除できないからね。飛びついたら最後。よし、やっていこう。ここか。ここね、このツインズにとってあまり相性良くないマップだね。この中央の建物がめっちゃ強いんで。使いましょうか。いっちゃおっちゃん、いくぞー。いたいたいた、こんちは。でロッカーに入られると何もできない。ロッカーに入られると何もできないんで、そこが弱点。こんちは。なんか投げたな。何投げた、クロちゃん。でこれ近づかれると辛い。あー、ブラス、おんぶさせろ、おんぶさせろ。よし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 、オッケー。ドクドク言うてる。あのおっちゃんの近くにいるサバイバーはあんな感じにね、場所を表示してくれるんで、一旦壊しちゃおうかな。こんにちは。一発。いや、抱えてるな。よしよしよし。やっぱ抱えてるな。あ、どこだ、どこだ。いたいた。おめさせろ。クロちゃん抱えてんな。よし、ここ。こうなってくるともうシャルロットしか使えなくなる。発電機けんねと。溜め込みやつ買おう。これで他の3台が激減するらしいけど、でも実際どうなんだろうね。どれぐらい激減って言っても、どれぐらい減ってるか。いた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 、抱えてんね。ダメだよ、誘拐者。返して。あぶし、すごい、すごい誘拐犯だ。ケイトちゃん釣られてる。返してもらうぞ。どこ行った。いた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 。でもおかしいよな、これな。普通に考えて。おーおい、すごいすごいすごい、ブン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 言うてる。よし、戻ってきた。ワンアコが戻ってきた自ら取り返しに行かなきゃいけないじゃん。しかしねえな OKOK そこにいる。で、チェストを漁ってると通知が来るパークつけてるんでね。エロディさん、何してるんですか。助けた。ビクトル使うよ。行ったらおっちゃん、行ったらおっちゃん。ロッカー入らない。あ、ロッカー入る。よし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 、ロッカーでイチャこえてろ、ロッカーでイチャこえてろ。すぐ取り返しに行こう。誘拐するんだろう、どうせ。
クロちゃんか。クロちゃんかよ。あ、でもドクドク言ってるってことは近くにいる？いるね。こんにちは。マッコ！マッコ！クジラ持ってんやないかい。いるいるいる、いっぱいいるいっぱいいる。チェスト好きだな。いや、チェスト大好き。チェスト大好き。エロディさん。どうしても漁りたいのね。ダメか。そう、ここね、強えのよな。強い板もいっぱいあるしね。ふいっ。いいやん。あ、普通に解放したじゃん。おっちゃん解放したじゃん。はい、ロッカー隠れてるよ。ロッカーに隠れてる。上にいるな。上か下か。一旦壊して。下か。マッコ持ってんのか。上だな。絶対いる。ここを壊せる壁多くね。一旦壊して、うっ、もうなんかさ、誘拐されそうであんまりこうむやみに使いたくなくなるよね。ねえ、ここぞという時に使わないと誘拐されちゃうから壊せる壁多くね、ここ。相性良くねえな。よしよしよし。アイテム大好きさん、ゆたこさん、こんばんは、いらっしゃい。しかし行けねえか。でこんな感じにちょっと離れて、よし、これ飛び越えられないか。2階には行けない。直してんね。あー、着いた。よくない、よくないよ。いいぞいいぞいいぞ。おい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 。こんな感じにね、ダウンも取れるから。ただ担げないからね。でこの小回り効くところが弱点。ちょっと離れるか。よしよしよしいいね、いいよ。とばいつに飛びついた。いっぱい集まってきてるね。いいんじゃないの。ラスト？ドワイツくんは誘拐しないタイプだ。だからサバイバーとしてはロッカーに隠れたり、だ、ロッカーに隠れてればあんま怖くないかな。そう、こうなられちゃうと無理なのよね。あった！2階には行けない。いいぞいいぞ。よし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 。おんぶさせろ、おんぶさせろ。
ドクドク言えてる。いるねいるね。そうは足速いんだよね。いたいたいたこんにちは返してもらっていい？ゲイ。で、フックからちょっと離れたあたりで、あ、ちょっと、あっ、あっ、あっ、ちょっとバグってる、ラリってる、すげえ難しい、あ、そうす、あは、なんだこれ、酔っ払いになってる、イカれてる、うわー、あれ、え倒れた、倒れた、あ、違った、いける、俺はいけるぞ、うわー、どこいる、うわ、俺はいけるぞ、お前ワンパターンだな、あ、いけるぞ、いたいた、よくこれで見つけられる俺よく俺これで見つけられてんな。行くぜ。待ってろ。うわ。うわ。やめて。やめて。やめて、俺でいい。うわ。またロッカーか。ちょっと一旦離れよ。蹴られちゃうんでね。おい。俺のビクトルが。普通じゃねえか、今普通じゃねえか、あ、治った、治った、よしよしよし、酔いが覚めたな、酔っ払い、酔っ払いビクトルからシラフビクトルになったな。やめろよ、アクシデント起こすんじゃないよお前ワンパターンだな。よーし、あー、くそ、今いけたんじゃないの、あ、いてててて、蹴るんじゃねえよ。まあでもこれ蹴ってもね、ほんとこの数秒でまた使えるからね。俺のちっちゃいうっちゃんは何度でも蘇る。ラプタか、何度でも蘇る。よーし、ロッカーでイチャこいてろ、いくぞよー、調子どうだい、そこ壊してからするか、あ、やばっ、ついちゃったなかなかトリッキーなキラーだよね。お、解放、一旦ここでゲート前で、酔っ払いはつらいな、ちょっと待って、ゲートの位置は、あー、行っちゃった、遠いな、酔っ払いビクトルなるんじゃないよ戻ってくるんじゃない、来ないか、なかなかね立ち回りが、いや閉められねえのかい、ちっちゃいおっちゃんだと閉められんのかい、いた、ドアについた、
こんにちは。やめてよ。急にグワングワンなるのやめて。まあ、てな感じよ。まあ面白いよね。どっちも使えるキラー、まあ2つ操作できるキラーって珍しいからな。あとはまあパークとかね、揃えていけばいい感じなんじゃないですかね。うん、まあ新キラーのパークで使えるとしたら、まあ迫害くらいかな。グワングワンすごかった。あんなグワングワンになったらダメよ。よし、サバイバーでやろうか、もう一回。あれで追いかけるの難しすぎるわ。よし、じゃあ査定外して、デッドハードと酔っ払いつらかった。よっ。急にグワングワンになるのやめてもらっていい？進まなくなるわ、グワングワンになるわ。あと人々のために。欺きももう一回使おう。さっきね、一瞬欺き使ったんだけど、どんな感じかね。ジジでした、酔っ払いジジ。みつこさん、コウコウくん、お久しぶり、こんばんは、いらっしゃい。ちっちゃいおっちゃんになった時はね、あの足速くなる分敏感になるから、キラーが少しこう動いただけでも追いかけるの難しい。あとはパーク揃えて、でさっきのマップは結構難しいっていうか相性悪いから、でおっちゃんが誘拐されるとね難しいんだよね。たくさんのコメントありがとう。酔っ払いになったな、酔っ払い。まさかの。ココさんガンバー、ココさんファイトです、ありがとう。よーし、やっていこうか。エロディでやっていきましょう。欺きちょっとどんな感じか。こんな走っててここでスペースを押すと、ほら見た？見た？今ロッカー開いたでしょ、一瞬。あれ多分通知いってると思うんだよな。どうだろうな、通知いってなかったら意味ないもんね。だってあんな別に入ったふりしたところで全然ね意味ないもんね。パタンってこう入ったふりして、多分通知がいくんだろうけど、あれ使ってから、うっ、蹴っちゃうよ、ローキック。あれ使ってから3秒間足跡は消える。よーし、オッケー。真ん中つけちゃおうかな。こうつけちゃおう。ね、一瞬ロッカー開いたでしょ。アイテムもらおう。ちょっと待って、このアイテムは確保しつつ、よし、
あのエロディ査定ついてるね。キラーに通知行くでしょ。そうだからあれ使って、まあ、チェイス中でもいいし、チェイス中じゃない時でもいいし。すげえ、いっぱいある。ちょ下降りてた、下降りてた。確かライトも効くんだよな、ちっちゃいおっちゃん。直しちゃおう。シェリルちゃんが助けに行ってるはずなんで。いやー、抱きつかれたね。そう、ローキックすれば。マロンさんこんばんは、いらっしゃい。おっちゃんにライト当てたいな。一旦ここに置いといて。あ、でも使うよ。ほら、パタン。これで通知いく。そこに入ったっていうフェイント入れて。でもなかなか難しいよな。そのフェイントするよりもなんか違うパークつけた方が。発電機は？いた！いた！ごごご、細かいところ。あー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 、こういう細かいところ。よしよし、ローキックじゃん。あ、くそ、ローキックできなかった。ああいうこういうなんかこうこういうなんだ、建物とかじゃなくて木とかのこういう小回り利くところ、ここの方が難しいから、そこ使えば安心。いるね、小回り利くところ使って。普通のキラーが来たらまあこういうオブジェクトあるところ使って、ちっちゃいおっちゃん来たら小回り利くところ。いちごミルクさんこんばんは、いらっしゃい。チカリンさんこんばんは。はい、50円。木でぐるぐる、なるほど。藤川さんこんばんは、いらっしゃい。ライトね、ちっちゃいおっちゃん効くんじゃねえかな。いや、ちょっとやってみたいよね。ライト効くんじゃなかったっけ、違うかな。そう、ちっちゃいおっちゃん小回り苦手なのよ。飛びつくときにね、チャージしないといけないから。フェイト入れる。おい、フェイント入れて3秒間足跡残んない。そっち行くでしょ。助けまーす。棒立ち大丈夫か。で、俺が、はいはいはい、ちょっと待って、はい。ドゥッドゥッ、人々のために使っていく。よくないよ、衰弱状態。私は何もできない。ここでライトの出番ですよ。あれ、持ってかれてる。ライト持ってかれてる。これでさあ、キラーの位置が、あれ、キラーの位置が。ゆうさんこんばんは、いらっしゃい。キラーかわいいですね。かわいくないよ全然、ただのちっちゃいおっちゃんだよ。
勝手に飛びついてくる。で衰弱状態の時、まあ無理せず、例えばこう治ってるところとか待っててもいいしね。もちろん攻めてもいいし、ただダウンするとめんどくさいから。さあどうしてる？みんな、ちっちゃいおっちゃん、ちょっと一回回復してからにしようか。人々のために、あの人こうラストだったからね、ラストの人に使ってあげるといいかも。あ、ダウン、ダウン、破滅まだ残ってんのね。終わったか。よし、フェイント入れるよ。欺くよ。おい、あっ、ちょっと、おかあざ、欺いたどころかもう自分も入っちゃったじゃん。フェイント入れてからの本当に入るってどういうこと？もう一台、もう一台どこだ？あった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 、叫んでるね。来た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 、ダメか。そう、こういうところよりも大丈夫。あ、ちゃんと振り払うタイプ、いいんだよ。ベビーシッターやってもいいんだよ。ベビーシッターやって、もしちっちゃいおっちゃんが来たら、あそこの木のとこ行こう。うまく逃げて。はい、50円。よし、残り1台？うん、だからツインズ、そこまで今の状態だとそんな強くないかな。2つ動かせるから、たまにプレイすると楽しいなーって感じ。まあまだね、多分パーク揃ってないからあれだけど。よーし、いけるね。 OK、 きた、やばいやばい、いいタイミングで来るじゃん。ワンパンやめて、ワンパンなし、ワンパンなし、ゲットあげるぞー。あざ向こうか、あ、ロッカーないな。行く途中までにロッカーがあったらあざ向こう。ここゲートだから、ここであざ向くと危ないね。あげる、じゃああざ向こうか。よしよしよし、ちょっとちょっとちらっ、ちょっとちらっ、あー開けていいよ、ここは釣られてないからね。開いたぞー、追われてるね。人々のために持ってきてるから、デッドハードあればまだいいんだけどね。あげ、来た来た、アンレリさんこんばんは、いらっしゃい。お、そっちも開いてる。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん蹴られたな、おっちゃん、おっちゃん蹴られたな。あ、やばい、くれた。あ、いたいたいた、出てくるよ、多分出てくるよ、出てくるよきっと。あ、来た来た、あ、来た来た、あ、来た来た、あれ、シェリルがくらった。シェリルちゃん、シェリルちゃん大丈夫それ、まずいんじゃない。あ、あざむこ、あはは、ちょっと待って、
これ俺食らったらダメだな。え、どうしよう。いや、無理でございますよ。頑張って。ちょっとすげえ見てる。おっちゃん出してくるよ多分。ほらおっちゃん出して飛びついてくるよ多分。分かってんだろ。あやばい、逃げるよ。アイムフリーシェルちゃんてな感じにね、あの木の小回り聞くところ、あそこが弱点でございます。もう一回ちょっと新キラー使おうかな。アドオンもなんかつけていくか。パークがねそんなないからあれなんだけど、なんかいいのない？まやかしい。アイムフリー GG、 ありがとうございます。ココさん二人でわちゃわちゃしてます。どういうこと？おっちゃんが二人いる。うんうんつって。うん、あんまりいいパーク出ないね。まあじゃあこういうパーク使っていく。まやかしい。まあせっかくだからこういうパーク使っていこうか。あ、アドオンだ。アドオンを変えてこ。待機中ビクトルを潰した生存者のオーラが6秒間見える。これだから誘拐されちゃうともうこれも効かなくなるもんね。ビクトルから X メートル以内の生存者は忘却のステータスを受ける。これは強い。ビクトルの速度がそこそこ上昇する。あれ以上速くなってもさ、飛びかかるとき大変そうだよね。逆に。まあ索敵するのはすごく速くなっていいんだろうけどね。これにしようか。微量の香水。これと、あ、これはより払い除けるまでの時間がそこそこ増加する。ずっと取りつくってやつだね。他は？治療されるまで出血。まあ、誘拐されるのを予想してこの出血で多くする、見つけやすくするっていうのはありだな。これにしようか。飛びつきのクールダウン、これにしよう。飛びつきのクールダウンが少し短縮する。ローキック受けにくくなるね。 2,3 秒ぐらいクールダウンあるから、その間に消えられちゃうと終わり。おっちゃんダウン、おっちゃんダウン。あざむき理解しました、ありがとうございます。そう、あざむきはあんな感じ。あ、メメントモリにすればよかったな。もうメメントモリ持ってなかったな。でもな、持ってたっけ。ココさんのキラー面白い。いや、もう酔っ払わないでね。もう酔っ払わないでね。もう酔っ払わないでね。頼むよ。さっきのグワングワンするのはちょっと無理ですよ。無理ゲーですよ。あれで索敵して追いかけて飛びかかる。難易度ハードモードにするのやめてもらっていい？
そう、狙い定めるのが難しそうですね。そうなのよね。難しいし、あとチャージしてからちょっと足遅くなるから、まあ見ててわかると思うんだけど、あの小回り聞くところでちょっと動かれちゃうと対処しづらい。ココさんファイトです、ありがとう。さあ、じゃあどうしようかな。ここら辺にする？いったらおっちゃん、いったらおっちゃん。索敵するの早くていい。痛い痛い。おっちゃん、よしよしよし。無防備、無防備なクロちゃん。ドクドク言ってる。え？逆に怖いんですが。どうしたの？スタックした？そんなことないよね。一回スルスぞ。スタックした？違うな。よし、ここで、ちょっと離れて、よし、ここでおっちゃんを解放。じゃ、邪魔！邪魔お前っていう感じね。そう、これサバイバーもね、こう邪魔になって通れなくなったりするから、この人をね、その板のところに置いとく。説明してんだろうが今。あだだだだ。そう、板のところに置いとくと板をね倒せなくなるから。どこ行った着路、どこ行った。ロッカーインしたな。違うか、そこにおんだろう、そこにおんだろう。で、あ、いたいた。こんな感じにね、ちっちゃいおっちゃんの近くにいると位置がバレます。どこだーい、こんにちは。逃がさないよ。やめて、決勝の時期やめて。やばい、蹴られる。うわ。無防備な、無防備なおっちゃんを蹴るだなんて。当選棒的にね、例えばここにね、あ、ここには置けないか。ゲイ。例えば板ここにある？あ、あるじゃん、ここに。例えばでもちょっと離れないといけないんでダメですね。さあ、おっちゃん解放。来てる？来てるね。あーと、なんつう、むなしい。距離が足りない。待つんだよ。クロちゃんから行きたい。こんにちは。貸すよ。一発。一発。上行ったな。おっちゃん使おう。せっかくだから。おっちゃんの活躍の場面を。あと、板スタン食らっちゃうと、おっちゃんダウンします。いない。いる。よーし。こんにちは。ドアイツに飛びかかる。あ、いたいたいた。もう一人いた。降りる。貸すよ、貸すよ。よしよしよし。今とどめの一撃伸びたね。ダッシュ攻撃。やっぱビクトルの醍醐味は、あ、ビクトルじゃない、ツインズの醍醐味はそのおっちゃん使うことだから。おっちゃんかかったら、どこにいんだろう。いるね。
ロッカー入ってるっぽいな。いくぞー。快適、バグじゃないおっちゃんは快適。よーし飛びかかるのは楽しいけどね。うん、ドクドク言ってる。で、抱え込む場合もサバイバーの近くにいるとサバイバーバレちゃうから、一人で抱え込まなきゃいけない、もし抱え込むならね。とどめの一撃どれぐらいいくかな、伸びるかな。あー、案外伸びなかった。よしよしよし、さあもう一人いるね。貸すよ貸すよ貸すよ。ドワイツもう一人いんだよな。あ、ジェイクニーか。オッケーオッケー。自力で起きやがった、もしかして。違う、とどめの一撃がもう一回使える。さあおっちゃんいけ、おっちゃんいけ。そこの発電機、これチャージキャンセルできないのかな。やばい、来た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 、近づいてくんじゃねえ。ふっ、よしよしよし、ふっ、気持ちいいね。さあ伸びるよ、とどめの一撃使うよ。もがいてんな。あっち見つけた。さあクロちゃんラスト、あっラッキーじゃん。ダメ、ロック、しかも鍵持ってる、よくない。クロちゃんラスト、オッケー、ナイスおんぶ飛びかかるのいいよね。どこ行った？いたいたいた。うぅ！うぅ！ジェイクに、おしまいだ。倒す。ああ、とどめの一撃！ああいいぞいいぞいいぞ。オッケー。さあ貸すよ貸すよ、連れてくよ。オッケー、ラストジェイク、あれ切断した。さあおっちゃん使うぞ、おっちゃん、おちゃけ、おちゃけ。ゲートにいるか、あ、出ちゃった。いいね飛びつきいいね。二つだからうまく使えば面白いけどね。なかなか癖あるからな。カッスよ、ね。ワンパンとかでもまた展開違うけど。ジージーありがとう。てな感じ。ツインズはこんな感じ。おっちゃん操作してるときは爽快感があって楽しい。うん、飛びつき決まった時とかね。てな感じだね。よし、じゃあ
まあ、勢力争いはちょっとつけておきたいよね。勢力争いはやっぱちょっとせっかくエロディ使ってるからつけておきたい。これでいこうか。人々のために持ってって、回復持ってって、これでいこう。非常に癖が強いキラーだ。うん、おっちゃんでね、おっちゃんでワンパンできたら強いけど、多分ね、おっちゃんには乗らないな、ワンパンは。でロッカーに入られたら、さっきみたいにあのロッカーのバレにくいところにおっちゃんを残して、そうするとね、どこにいるか、あのクロちゃん通知来たでしょ。で次のロッカーに入ったの分かったんだけど、ああいう感じにちょっと考えながら使わないといけない。そこがねちょっと難しいところだけど、移動速度が速いから楽しい。でもぐるぐる回られると飛びつきにくい。よし、あと誘拐されるとやばい。誘拐されると取り返しに行かないといけない。主導権が逆になるってのおかしいからな。キラーの方が主導権握れるはずなのに。頭脳戦になりそう。コウさんおっちゃんが好きなのね。別に好きではないよ、好きではないけどね、ちょっと語弊があるね。おっちゃんは別に好きじゃないけど、あのちっちゃいやつはあのプレイしてて面白い、楽しい。なんだっけ名前、シャルロット、シャルロットじゃなくてビクトル。そう、ちょっとねツインズは難しいね。それだったら普通に三角とかハントレスとか、なんならトラッパーとか使った方が、まあ、シンプルでやりやすいかな。少しこう考えながらやんないといけない。頭使う。さやさんこんばんは、いらっしゃい。誘拐されちゃうと、誘拐無視するのはなしなのかな。誘拐されたらもうシャルロットしか動かせないから、取り戻すためにその人をダウンさせなきゃいけないからね。だから本実装されるときにはもしかするとなんだろう、キャンセルできるようになるのかな。誘拐の立ち回りができるまんまなのかな。まあどっちみち後ほどね、後日 YouTube で紹介しますけども、たくさんのコメントありがとう。もうすっかりおっちゃん。急にでもバブなるからね、酔っ払いのおっちゃんと急なバブはやめてもらっていい。それだけはやめて。うん。ゆかりっこさんこんばんは、いらっしゃい。よーし、酔っ払いおっちゃんと急なバブはやめて、やってこう。は？ん？テストバージョンでハントレス？何をテストしてんの？パブリックテストバージョンでハントレス、何をテストしてるんですか？
何をテストしてるんですか。はい、50円。ココさん、ガンバー、酔っ払いのおっちゃん、急なバブバブやめてもらっていいかな。そしたら鼻歌当たってるハントレスだった。何のテストですか。さあつけちゃおう。はい、50円。鼻歌聞こえてきたよ。しかもがっつりがっつりいいパークついてんじゃん。さあバンバンつけちゃおう。ツインズとね、ツインズとやりたいからね。え、ダメ。あら、やばい。先に中央直そうかな。ナイスナイス、月収の一撃。うわ、ここ2つ近いね。ないんかい。中央から直そう。もしかしていっぱい引ける。あ、査定してるね。査定してますね、彼女。いいなぁ。いや、だから何のテスト、何のテストなの。鼻歌のテスト。お、すごい近づいてってる。来た、俺んとこ来る。バレた。いいよ、落ち着け。まずい、まずいね。みんなちょっと少し荒ぶってない？大丈夫？離れます。おお、なんだ、何のテスト、何のテスト、何のテスト。回復するよ。あら、ちょっと寸止めで行くつもりが。いや、来た、また来た。はい、来いよ、修理しちゃうよ。いけいけ、半分なる前に中央直そう。やばい、地獄だ、地獄だな、これな。ちょっと回復してもらって。はい、50円。エロディさん、エロディさん、ちょっとちょ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 、もう一人だよ、エロディさん、ちょ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 、いやいや、もがいて、もがいて。オッケーオッケー。やばいやばいやばい、来た。当たんのかい。直すよ。一回もがいてもらって、で俺はダウンできるから。エロディさん、エロディさん、何し、エロディさん、さあ来い、ちょっとつけちゃうよ。これこれ、何の試合これ。なんで俺テストバージョンでハントレスと、あ、じゃ、熱い戦い繰り広げてんの。地獄だな、これな。
やばいやばいやばい。シュールすぎる。ちょっとシュールすぎるね、この展開。離れよ。ロッカー間に合うか。はい、やめでありそうで怖い。はい、やめでありそうで怖い。大丈夫。接続。いやー、ちょっと回復しきれないな。じゃあ、あのエロディさんがすごく漁ってたところで一つぐらいあるでしょう。一つぐらいエイドキットあるでしょう。やめて、やめて、こっち来ないで。一つぐらいない？あったね。それじゃない。あ、これも、これもほとんどない。これこれ。いいよいいよ。一旦回復。さあ、ハッチだ。恐れず、マップ中央を行け。こっちにはない。ゲートがある。こんな、こんな。なんでハントレスと俺、テストバージョンでやんなきゃいけないんだよ。早く脱出しよう。やばいな。あったあったあった。アイムフリー。 OK でございます。21,000円。 GG、 おめでとう。 MM さんこんばんは、いらっしゃい。ラストやっていこう。テストバージョンだから。ツインズ、ツインズ。ツインズ、ツインズ。子守唄歌ってる人来たんですけど。アイムフリー、ありがとう。マッチングすればラストやっていきたいと思いまーす。新キャラいつやるのかと楽しみに待ってました。 YouTube の方でもね、新キャラと新サバイバー動画上げてるんで、よければ見てってください。ラストおっちゃんで頼むよ。ツインズで頼むよ。あと、ハッチ探すときもね、マップ端と中央の真ん中をね、こう、だいたい走ってると、中央にあるものと、端にあるものと、一緒に、なんだろう、効率よく探せるから、マップ端と中央の間ぐらいを走ってるとね、すごく効率よく見つけられるのよ。だから俺よく8脱出できんのよ。よし。あとはビビれないことね。とにかく走り続ける。バレたら竹取り。まあそれか最初からもゲート戦に決め込むか。そしたらゲートのね、フェイント入れるやつとかね、使いながら。よーし、ラストやっていこう。トモさんこんばんは、いらっしゃい。動画見ました。
ありがとうございます。見れてよかったです。ありがとう。楽しすぎて時間経つのが早い。あっという間だね。あっという間に2時間。いろんないろんなおっちゃんがいたな。酔っ払いおっちゃんもそうだし、誘拐おっちゃんもそうだし、まだ編集してるやつもあるんでね、 YouTube の方でこれからちょっとバンバン動画上がるんで、ぜひぜひお楽しみに。よーし、ラストやっていきましょう。コウさん、ラスト頑張ってください。ありがとう。次こそはツインズでしょう。ここも近いね。近い発電機は絶対どっちかは直さないと。で、マップ端をちょっと残そうかな。中央を直す分にはね、絶対固まんないから。死恐怖症？ナイス。ツインズだ。ツインズだけど死恐怖症ついてる。結構やり込んでそうだな。来るじゃん、しかも。来ちゃったよ。おい、痛い、ゲッツー。痛いね。離れまーす。どうしよう。いや、なんもねえな。真っ先にこっち来たな。なんだ？まあでも破滅壊れたんで、いいでしょう。あのままにしとこう。おっちゃんです。おっちゃんでございます。おっちゃんなんで、できれば行かないよ。突っ込んでいくよ。あーさあ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 、やべ、来た、やべ、あかん。怒ってる、お母さんが怒ってる。あかんよ、なんもねえじゃん。一旦デッドハード。あぶなんで俺のデッツハードが、俺のデッツハードなんで出てこんのよ。はい、左肩タイム。動画楽しみにしてますね。ありがとうございます。俺のデッツハーズ。おい、ナイス。おっちゃんの時はね、こう突進してくのがいいね。突進してったり、ちょっと離れたり、それしながらこまめに回れるところに移動する。いいよ。ドワイツが助けに来てくれた。サンキューです。は？やばいな。バレてない。回復しよう。うん、やばい。これは一旦地下という選択。地下来るでしょ。今のかい。待てよ。ワークじゃないぞ。結構やり慣れてるツインズですね。近くにいるな。近くに抜け殻を残してんな。マジ、いいよ。よしよし、俺がもらう。俺んとこ来る。もう使おう。
飛び越えて、もう一周ぐらいできるかな、いけるかな、いけるね、来るね、いけるかな、こう使おうかな、一旦こう使う、デッドハード、ちょっと俺のデッドハード、俺のデッドハードが全然はかれてないんですけども、ここいいな、こう使えるわ、俺のデッドハード、同じ箇所で竹取りできるのが非常にいいからね、そうすると周りのサバイバーこっちに信用範囲をとどめることできるんで、おそらく発電機がつくでしょう。さあまだ大丈夫よ、とあいつバレないで、いやデッドハードが全然いかないじゃん。でまたそこ階段にいるでしょ、ほら気持ち悪い、やばい、よしよし、ちょっともらって、ありがとう、え、どいつ、どいつ、どいつダメだったか、そうツインズね、地下室に吊るすとね、あの階段のところでなんだろう、ビクトル解放できるから、あんな感じにね、そう通路妨害できんのよね、それがいいかどうかはちょっと疑問ではあるが、よーし、まあ最後はツインズでしたね。途中ハントレス挟んだのがちょっと面白いけども、ツインズツインズツインズからのツインズからのハントレスみたいなねよーし、今回はこの辺で終了しようかな。はい、たくさんのコメントありがとうございます。今回新キラーと新サバイバーツインズエロディ使ったんですけども、YouTube の方でもね、最新作で新サバイバー新キラーどっちも上げてるんで、よければ見てってください。で、あと何個かまだ編集中で、今回の弱点も紹介したんですけども、それもね動画の方で紹介したいと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。で、このアーカイブも後日あの YouTube の方に上がると思います。あとサブチャンネルの方にもね、実はあのサブチャン限定の生放送、あの動画とかね、アーカイブ上げてるんで、よければ気になる方はサブチャンネルの方も楽しんでてください。たくさんのコメントありがとうございました。今日はちょっとね、いろんなおっちゃんが出てきたね。バブにはなったけども、酔っ払いおっちゃんはちょっと今回初体験だったからね、戸惑ったね。お疲れ様でした、ありがとう。ずっと笑いっぱなしで楽しかったです、ありがとうございます。酔っ払いおっちゃん配信楽しかったです俺はもう大変よ、すげえ操作難しいんだから、あれ見てる人には分からんかもしれんが今夜も楽しかったです、ありがとうございます。お疲れ様でした、楽しかったです、ありがとう。たくさんのコメントありがとうございます。サブチャンネルも登録してます、ありがとう。サブチャンネルなんてあるのね。そう、一応概要欄に、動画のね概要欄にサブチャン載せてるんですけども、よければそっちのも生放送まったりやってるのを上げてるんでね。お疲れ様でした、ありがとうございます。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライト、他のゲーム実況ねしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ、おやすみなさーい。